はい、どうもー、ダムチャンネルのタケちゃんです。ありがとうございます。本日は、はい、若干曇りかな、まあ、ちょうどいいな、カンカン出るよりいい感じです。はい、本日もね、ちょっと現場の方にアフラでやってまいりまして、はい、解体作業入るんですけど、まだちょっと中途半端で終わってたところで、親方はもうさっさと来てやっておりました。おはようございます。早いね。早い。俺みたいにモサモサしてたんだ、終わんなくなっちゃう。俺入り口になんか親子の周りの下でね、いろいろやっててくれてね、はい、私今起きたばっかなんで、ちょっと目覚ましてから書いて始めます。あの怪我のないように本日も一日頑張りたいんで、かまってと仕事進まなくなるんで、私は私の仕事をします。はい、とりあえず今日も一日よろしくお願いします。はい、はい、いやね、私やっと半分くらいしたの。はい、なんとかかんとかのこぎりで切りながら、陰屋で叩きながら解体しましたが、こちら大工さん、俺の先輩の方はもう下地までもうちょっとです。あと横先切り流すんだから、こっち終わんねえうちにこっち終わっちゃうんじゃねえや。いや、とりあえず少しずつは進んでるんで、大工はうまいもんだよな、早いもんな。一言も無駄口もたた戦わずに制作やっております。喋ってんのは俺だけだな。はい、よお、じゃね、はい、無事に小釣り中断し、私、はい、床の間の解体の方はね終わらせました。はい、昔の作りなので外の戸段がそのまま見えます。あ、親方お疲れっす。お疲れ様です。俺これ仕事バラされたにはあらがど終わってるね、こっちね。え、早いね。え、黙々と何まだ終わってていいのってまだ言うの。はい、賛成。終わって、やっと終わりました。夕方だけ壊すのに、もうあらかたこっち終わってますわ。いや、早いな、やっぱりな。大工さん、早いですね。え、本当に、喋りもしねえで、もこもことやって、もくもくとやってっから、おっかなくて話しかけらんね。中手伝いますか？いや、大丈夫です。大体邪魔になります。はい、とりあえず、私の方で無事に解体終わったんで、あの親方今、パネルね、合わせてくれる、ね、あと、氏方がな、ちょっと、角々、難しいとこやってまいります。はい。はいよー、じゃあね、はい、今、お昼まんまかと思ったけど、お昼とっくに過ぎ取りました。はい。お来の親方は、飯も食わねえでやる気してるから、怒っては。この銀歯はまんまもん出さねえのかたち。とりあえず、店もあるんでね、はい。昼の仕事もしながらまま食ってきます。はい、よー、じゃあね、店に戻ってきてね、今お昼のバタバタバタって忙しいとこやっつけちゃいました。はい、そしたら矢田君が、はい、今日はどっちぼりってしたのお前。自主練。自主練してきたの。おー、すごいな、偉いな。友達が、うん、自主練しようぜって始まって、うん、体育館借りてもらって、あ、それで借りてたんだ、うん、いや、だからみんなでご飯食べてたの、うん、お店いっぱいだったね。はい、パパもご飯食うから、うん、な、はい、ということで、ちょっと昼の分今ね終わらしちゃって、ご飯食ってまたあっちの現場戻る。あっちのお家すげえよ、もうみんな壊しちゃったよ。あと見に来たら今度、うん、ね、よし、じゃあご飯食います。へいへい。よー、じゃね、お昼の営業の方もね大体いい時間になってね、今ママ、まあ、まあ、こんにちは。あ、現場に向かおうとしたらね、すげえ雨降ってきたけど、なんか超めちゃくちゃ降ってるよこれ。うわ、超降ってった。これでも建物の中だからよ。何食ってんだおめえ。おにぎり、ゆかり、ゆかりちゃんじゃねえかけすぎたんだけど。今日はところでよめえ、おめえのつなぎ借りたからよ。はい、これ、はい、午前中はもうびちゃびちゃでつなぎ重くなったので、はい、ここからママの迷彩つなぎ借りました。どうせ現場来ねえぞおめえ。え、雨だし、雨だし、建物の中ですけど、ビスブシだった、ビスブシ。何、遠慮しなくていいよ。とりあえず現場に戻ってね、ビスブシとかやることなんで、
現場に行きます。はい、まあ解体は終わったからとね、はい、行ってきます。はい、おお、じゃね、今現場に向かうくしてね、トラック乗ったらじゃじゃーん、やばいよあれ。どうだあれ、水やべえから、これ水がめちゃくちゃ雨降っております、ね、あ、とりあえず現場に行かないとね、仕事にならないんでね、とりあえず現場に向かいます。車乗り売りするだけでもメガネワイパー用です。やば、はいよー、じゃあね、はい、現場の方にやってまいりまして、はい、車から降りました。そしたら金ちゃんが降りきてすぐ追っかけてきます。どうしたんだおめえ。あ、差し入れ。差し入れ、本当だ、買ってきたんじゃんか、これちゃんと今じゃあって帰るのか。はい。え、あ、すごいな、びちゃびちゃ。びちゃびちゃ、おめえ、雨止むまで出れねえとこっからね。雨止むまで出れねえ。椅子の 2,3 本売ってきよ、おめえ。あ、僕ね。なあ、せっかく来たんだ、おめえ。親方、スーパーゲストの金ちゃん来た、これ。ああ、差し入れだけして帰る気したから、ビスの 2,3 本売ってけって言っといたから。ああ、ありがとうございます。じゃあ、あとゆっくり飲むんで、はい、じゃあ、とりあえずやって、腕のいいとこ見せてやっといろ。ビスぶって腕のいいとこ見せてくいろ。え、ぐじぐじ曲がったべ。もう、メガネが見えねえべ。とりあえず、はい、ケンちゃんでちょっと様子見に来てくれたんでね、なんとなくケンちゃんにも手伝ってもらいます。いやいい。おお、じゃあね、はい、金ちゃん、ビスブチ始まりましたね。ああ、大丈夫か。いや、ダメです。ダメか。え、おい、ちゃんとな、あの、上出ねえようにな、あと上履くから。あ、いえいえ、こう辛い字がちょっとへっこむくらいがいいな。おー、はい、お前ダメ、あの、いずれ最低7本は腕。はい。昨日、あの、こちらの親からにやっちゃうからやべ。え、やっちゃうからやべ。3本打ったっけ、ほんとダメだって怒られたら、おめ、7本な。はい、じゃあケンちゃんにも手伝ってもらいながら作業進めば。はい、これよ、大丈夫か、大丈夫か。はい、 あんま打ちすぎんなよ。はい。よー、じゃあね、はい、ケンちゃんと私でね、こちらビスブシの方ね、はい、終わらせました。はい、ケンちゃんもね、真面目に細かくいっぱい打ってくれてね、綺麗に仕上がったと思います。あ、で次、はい、金ちゃん、親方の手元で、あ、何が言いつけらっちまからやるようだな。とりあえず私もね、ちょっとお手伝いしながらやりたいと思うんで。いや、金一人来ただけでもだいぶ助かります。はい、はい、よー、じゃあね、はい、金ちゃん、金ちゃん、これあの虫子のようにね、防虫剤塗って今なんだっけ、防腐剤、防虫剤が塗っておりました。いきなり足にこぼしたけど俺。え、しかもおめえ、ぶーっと噴霧したっけよ、うちの仲間で塗っちゃいました。足これはくせえこと。あっち今親方仕事してるとかさすがに塗れないんで、おめえ塗って真っ黒にしちゃうか、塗ってはま、頭さかんなかけられちゃうなおめえ。とりあえずね、はい、下地いっちゃいます。また開いてたんだけど、ちょっとこんな感じで塗っていきます。はいはい。よー、じゃあケン、はい、おめえよ、今日ここからこれ俺ママのつなぎ借りてきたべ。え、今べ仕事座って仕事したっけよ。ちょっとおめえカメラ持て。ほらおめえ溺れた。やめてたおめえ。おめえママに手伝ってもらうんじゃぞこれ。かわいそう。だめ？え？うちのママのつなぎ破っちゃいました。ごめんなさい。こんだけ一生懸命やってるってことだ。ちっちゃいつなぎ無理してきたから余計だな。汗でくっついてや。パンパンっすからね。パンパンって言うな。とりあえずママのつなぎ破っちゃいました。はい。ビリッつったもん。おお、じゃね。今金ちゃんとね、はい、シート引いたりなんだりして。なあ、防腐剤とか甘いでな、疲れたか。あ、金は帰る時間で用足しちゃってなきゃな。ありがとうな、一服はもらったしよ、水分中もやってもらったしな、シート張りもやってもらったし、一緒に。あと請求書書いておくんで。え、請求書。いや俺もらう方だよ。
初指導したとしても、はい、ビスは7本と覚えてわ、助かりました、はい、ありがとうございます、はい、明日は休みだから。あ、竹ちゃんが。あ、俺店はやってるけど、あ、明日はこっち現場休みだから。あ、まあまあ、うわ、明日は自分の仕事あるんで。あ、磨かれてんのか。あ、忙しいな、はい、ありがとうな、せっかくの休み来てくっち。あ、せっちゃう、マジ。いや、俺やっぱり経営ねえとダメだまあ、とりあえずね、はい、せっさん、ちょっと座ってくれる。助かりました。またあの機会見てやってください。わかりました。俺つなぎ破けだから請求書回しとくからよとりあえずお疲れ様、はい、ありがとうね、はい、じゃあ現場に戻り、はい、じゃあ決着会はまたいいよー。じゃあね、はい、はいはい、どうもどうも。あ、ケンちゃんどうも。あ、どうも。あ、疲れた顔して忙しいようだな。忙しいね、ちょっとね。うちの現場もあんだからな。うんはい、内装屋のケンちゃん、あっちの現場もこっちの現場で忙しいな。うん、でもだいぶ進んだべ。ん、だいぶ。だいぶ進んだね。ね、いい感じだと思います。もう荒方なんで。あともうちょっとしたら仕事こっち来るようになるから俺。何でも笑ってこうこう。まあ、とりあえずね、はい、親方もね、ちょっともう撤収しちゃったんで、あとはね、お店に戻って通常業務に戻りたいんで。あ、なんとなく見て。あの予算内でお願いします。1000万はかかる。ふざけんなよ。ふざけんなよ。どんだけおめえ高級クロスアルキしてたべ。同じ価格かおめえ。あ、ちょこちょこやってくれ。な。まあそういうことで内装屋の荒くん来たんで動画閉めます。疲れたな。じゃあまたとりあえずそういうことで会いましょう。はい。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバイ。お疲れ。はい。仕事に戻ります。